まあ、お寿司はすごい不思議な食べ物で、まあ、仕込みをするっていうのを手当てをするっていうことが多いんですけれども、要は手から出てるエネルギーを食べ物に移すっていう日本独特な神秘的な食べ物じゃないかと僕は思ってますね。いらっしゃいませ。まあ、僕の両親はもともと京都なんですけれども、まあ、京都とあと大阪で育ちました。関西ですね。まあ、父親がすごく若い時に亡くなったの で、ちょっと仕事をしないといけないということで、たまたま、レストランの洗い場の仕事があったので、そこで働くようになりました。今日はブリ、寒ブリです。富山県産氷見の寒ブリ。ブリは出世魚ですけれども、今ちょうどこの冬の時期はこれぐらい大きいサイズになって脂が乗ります。寒ブリの、鱗はすごいちっちゃいので、こうやってすき引きって言って、包丁で薄く鱗を削いでいきます。出世魚とは、まあ、このブリに関してはサイズによって大きさが変わる、名前が変わるんですけれども、まあ、出世魚、名前が変わる、お侍さんの名前が変わるように、まあ、縁起がいいということですね。サイズは一番小さいのから若し、稲田、ワラサ、ブリっていうふうに名前が変わっていきます。まあ、今日はまあ、冬ということで、寒ブリ、大きい魚体のブリを使って、いろいろなパーツ、食感が違う、味が違うということで、7種類、8種類のお魚を作ってみました。今日使った部位は、心臓と、肝と、あと釜ですね、ブリの釜と、あと中落ち、それから、後ろの背中の身ですね、あと、お腹の身、トロですね。これが、ブリの心臓ですね。肝と心臓です。肝も、今日の肝はすごく大きくて良さそうですね。まず心臓と肝は今日はまず血抜きをして、お塩で血抜きをした後に、湯通しして、その後お醤油とみりん、あと有馬山椒ですね、絡めて、旨煮にしてます。有馬山椒、これを入れて今日は肝と心臓を、有馬煮にしていきます。でこれを最後お寿司とちょっと合わせていきますね。まあ、味が締まるのと、山椒の香りと、まあ、このアルコールが飛ぶことによって、この魚の臭みとか、ですね、が一緒にこうで、こちらは釜、首のところのお肉ですね。これちょっと歯ごたえがあって、硬い身なので、麹につけて柔らかくして、また違うタイプのお寿司にしていきます。でこっちは背の方のお肉ですね。背中の方の身は、今日はお塩を当てて水分を抜いて、お酢でマリネしたものですね。酢漬けにしてあります。それを箱寿司、押し寿司ですね、にしてあります、ね、こちらの今日のトロ、お腹のところは、お醤油でマリネをして漬けのトロで、こちらの方の、もう一個反対側の、お肉は、昆布締めにしていきます。中落ち、骨ですね。骨は、表面をさっと焼いて、昆布と一緒にスープを作ってます。
まあ、マグロと一緒のように、まあ、部位によって風味が変わってくるということで、あと食感ですね、食感も変わるので、そこを生かして今回は違うバラエティのあるものにしてみました。一番最初にレストランをスタートしたのは18歳の時ですね。勉強して、まあ、30過ぎにはいろいろ任されるようになりましたね。まあ、任されるようになるまでは10年ぐらいかかってますけれども、まあ料理の勉強には終わりがないので、今も、引き続き勉強してます。これはボラの卵ですね。この冬の、この時期、初冬に取れる、ボラの卵です。これは、日本の三大珍味のカラスミヤマボラの、子供卵ですね。まあ、きめ細かい大きい卵ということで珍重されています。まあ、世界ではなんか貧乏人のキャビアと言われているのもあるらしいですが、まあ、日本ではカラスミはすごく高級食材の一つで、この時期だけに取れる。ここにあの毛細血管がこう2つ通っているんですけれども、あと、この血ですね、この血を抜くためにちょっと出ると、色が悪くなったりとか、あと風味が悪くなるので、あと生臭くなるのももちろんですけれども、これだいたい血を一晩から二晩つけて毛細血管の血も全部きれいに抜いてもらった後に、今度は塩漬けのプロセスに入ります。お塩で全部まんべんなく、カバーするようにして、だいたい一晩からこれも二晩寝かすと、だいたいこれ2日経ったやつなんですけれども、水分が抜けて、ここに硬くなってきますね。これを洗い流して、今度は、塩抜きをしていきます。この塩抜きのプロセスが結構重要で、抜きすぎてもまた美味しくないし、残っているとまた塩辛くなるので、今度はこれを洗った後に焼酎につけていきます。で、大体これを2日間つけて、焼酎につけた後に、今度はこの後に天日干しゆっくり干すことで、今度はさらに水分が抜けて色が濃くなっていく。大体これも1週間から2週間干していきます。この両面をこう、フラットに刺しながら、まんべんなく。はい、これは今日は北海道の、タラの白子ですね。白子イコール、まあ、漢字で白い子供って書くんですけれども、まあ、魚の、卵、男性の卵ですね。白子は、まあ、大体どういうお魚でも、取れるんですけれども、まあ、この時期一番おいしいのが、まあ、タラの白子もしくはフグの白子って言われてますね。まあ、この時期は特に魚体も大きい、あと、まあ産卵期、目の前ですので、白子、あとタラの場合はタラの卵、タラ子ですね、もう大きくなってくる時期ですね。まあ、白子自体は分からない、見て分からないお客さんは多いですが、一番最初にそれだけを見た人は、まあ、ちょっと脳みそのように見える場合もあるんですが、最初は僕たち大体あんまり最初に細かく説明して出すことはあまりなくて、食べた後に美味しいという表情が返ってくることが多いので、その後に説明するようにしてます。低温調理をすることによって、生の食感も残しながら火を入れて、さらにこのクリーミーさを出していく。僕は白子大好きですね。まあ、僕は冬の食材の中で白子は大好きな食材の一つですね。これは寒ブリのかぶら寿司です。
これは寒ブリの押し寿司です。ブリの手まり寿司ですね、カラスミ。こちらはブリの柿の葉寿司。これは寒ブリのトロ、お醤油漬けです。今はキッチンのスタッフで全員で10人いますけれども、まあ日本人も含めていろんな国の人たち、いろんな経験の違う人たちと一緒に働いています。まあ、それによって日本人以外の人のやっぱアイデアもいろいろ勉強することがあります。ね、これは肝と心臓寒ブリの、蒸し寿司、あとカラスミ添えです。まあ、心っていうのは感謝っていうことですよね。感謝って一言で言うと簡単なんですけれども、自分が置かれている立場をどれだけありがたいと思うかっていうことが、その感謝につながって心になって、それが手から出てお寿司になるんじゃないかなと僕は思ってますね。まあ、自分の心を常に、気持ちを安定させて感謝の気持ちを持つっていうことが料理にも現れてくるのかなと思ってますね。こちらは北海道の白子、低温調理した白子とバフンウニ、あと、黒トリュフです。